皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の20日15時11分、今回の動画なんですけども、昨年、12月28日に、佳子さまなどにお会いしに行った時、一緒に持って行ったものなんですけども、秋篠宮佳子さまへお誕生日おめでとうという、こういった封筒なんですけども、今までその自分がちゃんと手紙を受け取ったことはない、受け取ったけども回収されるという不可解な事態がずっと起きてたんで、それが大体26歳ぐらいまでの頃で、その後僕に対してちゃんと手紙を書いて送ってきてくれた人っていないと思うんですね。親戚の真鍋かおりちゃんに関しては、もうこんな年で、相手もそうなんですけども、若い人から見たら、ちゃんつけて読んでって、なんかちょっとっていう思うところあるとは思うんですけども、親戚ということでね、一応ポストカードみたいなものに、自分の写真が載ってるもので、どっか旅行行ってきたのかな。で、その内容で、何か書いてくれてたものを送ってきてくれたことはあるんですけども、そこの、自分の住所とかも公開してなければ、事務所の住所も公開してなかった。一応事務所が訪ねたんですけどね、自分で調べて。今から16年くらい前ですね。いろいろ手がかりをということで。誰か協力してくれる人がいなかったら、そのテレビ局内で働いてる人でこう繋いでいかなかったら無理でしょう。これどう考えても。あとはもう裁判所しかなくなってくるから。で、今回の、手紙に関して、こういうもの、昨年、佳子さまに、持っていこうと。今日は比較的顔の調子が悪いようなので、一応写しとこうかなと。今日はこの後、買い物等もそうですけども、YK ですけど結婚話した人とか、動画で、どういうふうなことを、誰が聞き取っていて、泣いてる人とか、そういうふうなところでちょっと的絞っていって、時間系列を追っていって、なぜ僕が相手をコロコロ変えてるように見えていたかっていうところも、ある程度の事情は説明してるんですけどね。一応、そういうことです。結婚希望相手、佳子さまに固定ということで。で、一応状況は多少なりとも理解してるつもりなんですよ。上積みの立場とかもね。で、ただもう、しっかりと、一対一でね、話して、この時こうだった、ああだったとか、そういうことを話しなかったら、してることはもうわけわかんないんですよ。その上田裁判官と一緒に行動していた件も含めて。他の人からどんな話が出てくるのかも全くわからないし、男性陣とかでもね、例えば錦織圭と名乗っているテニスプレーヤー、本名は別の名前の航空元自衛官。元でしょ。もしかして航空自衛官のままテニスして飛び回ってます。だからもうその辺のところとかはもう本当に知りたいですから、もうこれだけはもう頭が持たれてる。ゴルフの松山英樹に関しては、僕の同級生だった中学生の頃、同じ野球部の原田真一だと思うんですけどね。でも子供はこういうふうにね、見学に来てるでしょ。これ聞いたらわかるでしょ。だからこれが、ここの住宅内で起きてることで、私の住んでるところで、26年ぐらい前から起きてることでね。で、彼らが10年後どんな人間になってるのか、20年後どんな人間になってるか、ここなんですよ。重要なのは。もっと詳しい部分でね、格闘技業界とかもスポーツ選手もそうなんですけども、自分の収入、これはもう自分で公開して全然合法ですから、公開して、例えば賞金とかもらったとしても、事務所の取り分がこれぐらいで、自分の経費もこれぐらいそこから使ってるだとか、だから自分の取り分はその手元に残るのはとか、社会保険がとか、特に若い子、小中高、
ぐらいの年代、まあ大学生も含めてまだ大学生でまだどこでも働いたことがないっていう人とかだったら、その社会保険入ってなかったらとかね、年金、厚生年金と国民年金、あと国民年金基金もありますけども、まあ、国民年金基金かける人はなかなかいない。で、その、なぜ年金のトータルの掛け金が2000万なかったら、まあ、60歳からの支給か65歳からの支給か忘れましたけども、一月15万円の支払いがないと。まあ、こういうふうな真面目な話もね、ワンセットでしてあげなかったら、人生設計がもうみんな成り立たない。で、所得税の控除で、早く結婚して、家建てて、そこで、まあ、家のローンを払っていく。まあ、賃貸だったら家賃払うじゃないですか。だから家賃の分を家のローンに回していく。最後、家賃がなくなったら、固定資産税だけで済むから、まあ、もともとの普通の一軒家、土地付き建物、2700万円ぐらいですかね。それぐらいの家で、固定資産税24万ぐらい、年間、土地代と建物で合わせてですよ。だから、固定資産税だけで、物事考えると、その頃は目減りしてるから、一月1万円ちょっとぐらいの価値になってるはずなんですよ。あとは家賃がいらなくなるじゃないですか。賃貸の人と比べてね。だから一月15万やったら、もう大富豪なんですよ。本当に。だから、ただそれは家の方がうまく返せたらのケースで、もうこれだけ人口が縮小してきてる中で、やっぱり、そのかなりハードルが高い。だから、まあ、リフォームしてる家とかで、築20年ぐらい経過していて、リフォームして、大きな地震とか、台風が来ても、建物が、倒壊することがないと。まあ、そういうふうなところの物件を狙って、まあ、それだったら2200万円ぐらいとか2300万円ぐらいでね、土地付き建物、中はリフォームしてるから綺麗ですよ、結局。だから、柱の、しっかりした内部構造がどうかっていうところはしっかりと、聞いておく必要があるんですけども、そこはしっかりしていれば家の倒壊っていうのは2階建てはまずありません。特に岩盤地帯の上に建ってる家ですね。下が軟弱なところはやっぱりすごく揺れますから、僕の件で、いろいろひどい目に遭ってた件に関して、まあ、覚えてらっしゃる方で、僕のことで、ね、男性女性問わず涙流してくれた人は、まあ、僕の味方でしょうし、ただもうエロ業界も行ってしまってと、本当もう無理ですから、そこもしっかり線引きしておきます。まあ、去年、ここからで、これでね、なんとかならないかなと、いろんな意味でね、まあ、物事は進むのとしてはかなり進んでたはずなんですよ。まあ、河川水門開始玉発電、地下水流トンネル発電もそうなんですけども、まあ、佳子さまがね、僕に対してどう思ってらっしゃるかとか、まあ、今日の調子くらいの顔だったらどうですっていうところで、まあ、みんなね、顔の調子がいいときと悪いときあるから、あと、髪型でもだいぶ見え方変わりますから、まあ、歯並びのところは歯の矯正をすればいいだけで、まあ、結婚希望相手は佳子さまに固定しています。そうじゃなかったら、まあ、今までエロ業界側に行ってしまった人間とかが自分の勤務先に働きに来ていたと。で、勤務してる人間で真面目な人間でそういうもの一切見ないっていうタイプの人間、もう家帰ったら大体もう食事して、まあ、シャワー浴びて寝ると。まあ、そういうふうな生活をされてる人とか、その芸能人どうこうっていうことをほぼ気にしない。で、自分の職場に、その結婚話、云々とかで来ていた人とか、例えば名前を挙げていると、菅野美穂だとか、だから僕もそれ知らない。ヌード写真集なんか出してる人間だって知らない。で、もともと記憶たどっていくと、
神戸市兵庫区東山町4丁、東山町の、東山小学校、現在名称夢の小学校、まあ、そこの1年生の時に同級生だったものなんですよ。で、基本的に何かあった人間が、まあ、他の地方へ行ってる。まあ、それはいわゆる左遷という言い方で、まあ、これはそのエロ業界云々とかそういうことだけじゃないと思いますよ。だから小学校1年生の時に何があったのかも知らないし、他の本当はその周りの近隣の学校に行っていて、で、それで一時東京だったんじゃないですか、テレビ出るようになって。だと思うんですよ。わからないですよ、本当に。まあ、ただもうその人間とは会うつもりも全くないし、それちゃんと言っておかなかった。この辺歩いてた時あるんですよ。いろんな意味を込めて、いや、赤坂御所の中とか、もう、住まわせてほしいとか、いろいろ込み。いや、佳子様のこと好きですよ。好きですよ。そういうの込みで、結婚すれば、まあ、その辺のところは、もう話がまとまるなんです。これもね、いろいろ考えたんですけども、悠仁さまが、まあ、天皇陛下になるのは、まあ、まず間違いないとして、先々でのことですよ。そしたら、それも、佳子様が、その、宮家を離れるような形になるとするのであれば、赤坂御用地、赤坂御用所、あの場所どうなるんですか？っていう話も以前したと思うんですけども、僕もどんな話したかもう覚えてないんですよ。どういう結論だったのかっていうところ。で、迎賓館みたいな役割してましたよね。赤坂御用所にある大きな建物。そこで佳子様が僕を待ってる時の映像でしたっけ？私の方の自宅で見た時の映像で、僕は最初、どっかこの近辺に、のホテル、例えばホテルオークラ神戸だとか、そういったところのどこかの間、要するに部屋ですね。部屋っていうのは客室じゃなくて、何々の間とか、そういうふうな広い部屋のところ、ある程度の、そこにこうちょこんと座って待っていらっしゃったのかなというような映像かなと思ったんですけども、よく考えた、赤坂御用所とか赤坂御用地の迎賓館の中の映像だったのかなとも思いますし。まあ、今までその佳子様がどういうふうなことを喋っていらっしゃったとか、いろんなことをこう心の声で聞いて返答されてと、まあそれは態度で示したこともありますし、まあ紀子様どうおっしゃってらっしゃったかとかもそういうのもありまして、まあそうしています。だからテレビ局っていうところは未だにもって僕としても謎であって、まあここで働いてる人間に関しては、ちょっとやそっとでは気は抜いちゃ危険だなっていうのが、いろんな意味で。法律に強い人と、結局、アナウンサーが、政府からどういうふうな理由をもらって、昔のニュースをずっと放送しているのかっていうところも僕もよくわからない。で、それが裁判所でも通ってるんだったとしたらっていう部分もありますし、上田墨が上田裁判官と一緒に歩いていたっていうことは、しかも敬語なしでっていうことは親でしょう。だからもともといろんな話を聞くと、裁判官の一族からテレビ出演者を出しちゃならないっていうことになってるんですよ。皮を落としたりするからって。その法律で、その事件に関して4審等以内に裁判官が関わってはならないことになってるじゃないですか、その親族のものね。まあ4審等ともなるとなかなかまずないとは思うんですけど、まあ、なぜ、こう、結局社会全体がずっと何でもいいやのままで回っていた。だから僕のような人間は必要であると。違う、絶対こうであると。しっかりしたものがあると。こうしなければならないっていうものがしっかりとしたものがあると。まあ、そういう意味を含めて、河川水門改式、山全地下水流トンネル発電、結局、まあ、国の所有物になったとしても、発案者が粟井圭介であるとして、まあ、佳子様と結婚して、まあ、お互い、まあ、佳子様もね、初恋人が僕って言ってくれてますから、認めてくれてますから、まあ、僕も佳子様のこと好きですし、まあ、いろんなことでね、その、皇室の方たちの、その、
まあ結局国家公務員とかそういう形になるじゃないですか。まあ天皇陛下はその政治に関わってはならないっていうことになってますけども、他の、皇室の方たちは違うわけじゃないですか。だからまあ去年佳子さまは、まあ、地理の方に訪問されたりだとか、まあ、そういうことをされてるわけで、どちらかというと、まあ、政治色もちょっと強いんですけども、けど、それはそれで一回、その平成の天皇陛下の時に、それはそれで変じゃないかということで、他の法律もあるっていうことで、まあ、昔、フィリピンに、まあ、慰霊に行っていただいたりだとか、まあ、そうすることによってフィリピンの人たちも認めてくれてましたからね。だから、先に、まあ、テレビで放送しておくのは、国連でまとまってますよって、まあ、それはもう何年も前から世界中どこの国でもしっかりと言っておくことであって。で、昔の映像をテレビで放送するからみんな感覚はおかしくなるんじゃないですか。今の時代国連でまとまってるって。国際司法裁判所もあれば、国連条項があると。そういう当たり前の話からすれば、すんなり落ち着くんじゃないですか。で、まあ、落ち着きすぎた挙句が、この間のアジアカップっていう、まあ、YouTube 一覧表のところだったと思うんですけど、まあ、ホームページは圭介の歴の一番から見ていただいたらわかると思いますけども、まあ、やらせ。で、最初、まあ、決勝前にね、僕が、だからそんなことをしてたら、お金払った人たちにお金返却しなきゃなんなくなったりするから、本当に、やらせならやらせで最初から、ヨルダン初優勝とかそういうふうに言っておかなきゃなんないとか、そういう話をホームページに書いたんですよ。そしたら、バーレンが勝っちゃったんです。バーレン2連覇。ヨルダンが優勝してから初優勝。もう平和も何もあったもんじゃない、本当にもう。ただただ無駄なスタジアム、エネルギーの残存量問題の方が上だから、ただただ大きな無駄なスタジアムを作ってしまった。これが実態ですから、まあ、サッカーもオリンピックも含めて。だからまあ、その辺のところを、みんなでしっかりと対処しなかったら、もう作りすぎてしまった後なんですよ。もう今更あるから、もうこれ以上作らんかったらええと。ある国でどうせしたらいいという話になるのと、あと国際大会、試合しすぎ、結局、本当に。これを世界中でしっかりと対応しなきゃならない。あと建物、まあ同じこという形になってしまいます。せっかくこの話が、頭からこう、やっぱり真面目な話し始めたら、この件のことはやっぱり頭から離れていっちゃうじゃないですか。まあまあ、一応伝えておこうかなと。まあ、多少こういう最初撮影し始めた時どうでしたっけ？この辺こうなってましたっけ？一応、まだ法令線は警備な方ですね。わからない。もう何に引っかかってそうなってるのか。いろんな人間がどうせ見てるでしょうからね。時間軸の違うところの人間が撮ってるのか、今の時間軸の人が撮ってるのかわかんないんですけども。まあ、撮影終わった後、取り戻そう。僕知ってるから。たまにほっぺたがゲソってなってた時とかあるじゃないですか。まあ、やつれてる状態で。で、あれってね、ほっぺたの肉取られてるんですよ。で、顔がパンパンに丸くなってるというね。大体犯人なんですか？昔から罪がそうなってる。わかんないですよ。僕のほっぺたが言ってたのか、もう、それ、いろんなこと、もうテレビで嘘言い始めた。いや、もうこれ、絶対しちゃダメなんですよ。絶対しちゃダメなんですけども、もう、友達同士とかの会話とかでね、こう言っちゃうときあるじゃないですか。あんなことしとったらもう殴られてもしょうがないわ、みたいな話、言っちゃうときあるじゃないですか。で、それで、いや、殴られたら、そのもうね、歯折れたりだとか、大変なことなんてかわいそうであると。まあ、そういうことで、ほっぺたの肉。おかしい、おかしい、おかしい。悪いことしてる人は優位なルールになってるって。で、まあ、アナウンサーの言い分は、上からの指示でこうなってるって。まあ、警察官のね、報道ステーションの小木さんは元警察官か、今も警察官だけども、その辺のことを突かれた上に言われてますって言うんです。
もうその受け答え、テレビを撮影しながら、そういう受け答えしてる映像、もう僕の動画でアップロードした方がよくありません？もう社会全体のことが、その方がよくわかるでしょう。上から下までずさんだったっていうことが。一応、大きな災害が発生したら、さすがにその日の、災害情報とかテレビ放送するんですから、昔の、事件とかを放送する意味がない。例えば裁判所で事件が上がって、で、まあ公判があってと。まあそういうふうなところを、その時間軸に合わせてちゃんとね、放送するとか、そういうことだったらわかりますし、そういう放送してましたよね。まさかあれまでフェイクニュースで以前の内容でした。もうお手上げです、本当に。まあ、今回は、今メインは、まあ、言ってることが大体同じになってますね。まあ、この件と、まあ僕の顔の調子がいい時にどれぐらいの顔かっていうところと、あとは、いつ発売されるのか分かりませんけども、グレイの皆さんのね、新曲、もう去年から、告示されましたけども、グレンダイザー U っていう、その、アニメでね、ちょうどね、ただこれちょっと、気になるところは、原作者の永井豪っていう方、まあ、マジンガー Z とかを、まあ、漫画で先に書いていてアニメ化されたんですかね。まあ、そういう作者の方ですけども、その能登半島か石川県で何か展示してるところを開いているのか、まあ、その石川県の出身の方でしたっけ。だからその辺のところまで考えたら、それ分かっていて、未来からの情報を聞いて、次のアニメ何しようとか、どの辺力入れていこうとかが、話し合いで決まってました。それとも自然とそうなりました。自然とそうなってるんだったら、神がかり的な力の方です。で、まあ、グレイのね、その皆さんの曲名が、会心の一撃っていう。ドラゴンクエストばっかりしてたら、その威力のある一撃っていうことしか。頭なんか残らなくなっちゃうんですけども、会う心と書いて会心の一撃なんです。こっちはちゃんと会心の一撃持ちなんですよ。ちゃんと、ちゃんと会おうと、できるところまでは最善を尽くしてあると。で、まあ、家の横を通り過ぎたりしたりしてる人、僕の横を通り過ぎたりしてる人は最善を尽くしてるとは言い難いなんですけど、頭なんか取られてる。もうこれどうなってんすかといってね、格差のとこを攻めてるわけじゃないんですよ。会心の時期にいつ出しますぐらいの。なんとなく、ストーリーの告知でも、なんとなく 僕と重なって見えてきますよ。記憶を失ってた部分とね、主人公が。あと、他の女性で、なんて、大体今2003年ぐらいまでのね、いろんな勤務地で現れた時の今までの結婚話をしていたことのある人が、もう僕はその人との会話、もう完全に忘れていて、どこの誰か分かってない状態で、ね、まあ、誰かが何かこれ言ったことあると思うんですよ。そのグレンダイザーというアニメの元々の、そのお姫様のね、セリフ、ウルズラパークの話と結びつけて、まあ、こっちも王子だったら、もうそっか、結婚話した人間、みんな姫でええわ、みたいな話とかもあったんですけども、あら、婚約者の名前忘れるなんてっていうようなこと言ってもう、全部、もう、どうせある程度笑われるの分かるんですけども、僕の話が全部世間に公開されても、もう今さっき子供が攻めてきたのを声聞いたら分かる。もう毎日この状況、本当に。だからもう、皇居とかその赤坂御所。今赤坂御所って変な言い方になりそうなんですよ。赤坂御所って。子供の頃そういうふうな言い方をしてしまったことあります。まあ、祖母が一度、まあ、皇居の方、何か入っていってるところの映像は見たことあったと思うんですけどね。その昔の人事院の人事官の
谷さん、まあ、うちの母親の家系の方がその人事官の谷だったというような、ただそれテレビのニュースで放送されていて、親戚の人もねその辺のことはっきり教えてくれたんですよ。で、まあ、可能性としては確かにあるかなと。一応母親は浅井春子で、で、まあ、祖母の方が浅井家なんですよ。で、浅井家のその先祖をたどっていくと、滋賀県の琵琶湖の方の辺りを統治していた浅井長政なんですよ。で、まあ、もともと、まあ、いろんな動画で言ってますけども、源氏も平家も、その、源家もね、平家もどちらもその天皇家の血筋の人たちだっていう話、その辺の話から言うと、各大名とかも、まあ、ある程度その、そこからの家系の流れで、その、議員になってる、なってないとかもあったんじゃないかなとは思うんですよ。まあ、まあ、その浅井長政という子孫、まあ、そこからの家系の血を引いてるといえば血を引いてる、まあ淡いという名前ですけどね、まあ、父親の方の名前で、で、まあ、ただ地下水流トンネル発電琵琶湖から日本海へ向けての話になってくると、まあいろんなことがやっぱり話に一致してくるなと、まあ、そのあたりもやっぱり神がかり的な力云々とかいろいろ今までの歴史とかそういったことがあるんじゃないかなと思いますね。だからまあ、かつて水門開閉式玉泉とか地下水流トンネル発電のことは子供の頃からある程度は話していて、ああいうふうな今インターネットに載せてある特許関係のところの、まあ、ああいうふうな手書きの図面とかはなかったんですけども、ああしたらいい、こうしたらいいはありましたからね。だから、それ考えたら、まあ、話が全部一致してくるんじゃないかなとは思います。で、多分その佳子さまも冬場今のところ公務の情報が上がってきてないので、僕と会うことを優先してスタンバイ、バレンタインデー近辺でいたんじゃないかなとは思うんです。まあ、正解っていう綺麗な男の子の声で電波で聞こえてきたんですけども、まあ、心の声かもしれない、だけども会えてないですから何も。去年どうでしたっけ、何かのインターネット記事の動画で見ていると、佳子さまが言ってる言葉をこちらは聞いてなくて、それだったら29日とか、なんか僕はね、12月28日に行くってあらかじめ言ってたじゃないですか。だからまあ、それで、それだったら29日、赤坂御所とかなんかそういうこと、時間を言ってくれてたらとかだったと思うんですよ。もう一回これ、チャレンジしておきましょうか。一応今年、まあ、それまでに会えるのが一番いいと思います。これ以上こんなに引き伸ばししていたら、本当に、エネルギー分野、エネルギーのズンズン問題の解決の方で、本当に、蒲田発電もそう、全く始まる気配がない。全然、それ、シャレにならないですから、本当に。シャレは酒落ちるとか言って、シャレだと、もう言葉の意味は全然わかんない。くだらない言葉だ、くだらないような言葉だったと思うんですけど、一応今年12月29日、赤坂御所に、12時ぐらいに行くという予定でいましょうか。で、入り口としては、一応まあぐるっと回ったからわかるんですけども、迎賓館の入り口のところだったら僕は一応行けますけども、そこで佳子さまが、待ち構えていてくれたら、まあ、なんとかなるとは思うんですけども、だから結局何がしたいのかよく分かんないんですよ、本当に。みんな全員総理含めて各大臣の人含めて、国土交通大臣とかもそうなんですけども、河川水門開閉式玉発電とかの方で行くとですよ、まあそれは地下水流トンネル発電とワンセットなんですけども、あと知事も。
とはもう僕の方で特別文章を書き出すつもりもないですから、弁理士さんと話し合って文章を正式な書類をあとは作る作業であって、あとは弁護士さんの1名ぐらい入ってもらってっていう、まあ、他の人たちもそうしてますから、多分そういうふうな形の方が無難なんじゃないですか。っていうのはね、その文章を書いてもあれこれ言われるんですよ。こう書き直してください、あ書き直してくださいって言われた後にいろいろこちらが説明したら、あじゃあさっきのそれでみたいなことになったりするから、だからもう書いてもあんまりしょうがないんですよ本当に。だからもう弁理士さんとか国がつけて進めるよみたいな形で僕と会ってね、でそういうような形で進めてくれるんだったらっていうことになります。まあまあもう同じこと言ってるんで、もうこれぐらいにしときますね。あとは12月29日一応12時の予定で、これ聞きにもうお金がないいけないってなったら、まだ動画ですぐにアップロードしますから、それはまあまあまあ2週間手前ぐらいの判断で、それまでその新幹線のチケット買えるかどうかはもうその辺のあたりではっきりしますから、で時間帯とか乗る新幹線の時間帯で到着する時間帯が決まりますから、でうーん8月9日一応通しましょう。僕の誕生日ですけども、フルーツラーパークのホテルの中に行きましょうか。ユリの間の前とか、もうフロントの前はね、ちょっと他のお客様が出入りとかするから、チェックインチェックアウトとかで、まあロビーもありますけども、あのロビーで座ったら座ったでコーヒー頼まなきゃならないんでしたっけ。ちょっと僕は従業員だったくせに忘れてるんですけどね。いやまあいろんな意味で節約どうしましょう。ただもう8月9日ね、もう今まで何かあった人たち来るとしたら、例えばグレイの皆さんとかね、あの結婚話以外の方たちも含めて、分かった分かった、もうはいこうそんなに困ってるんだったらちょっと弁護士つけたるわとか、それで一緒に俺らもちょっと勉強するわとか、そういうようなケースでもいいでしょうし、まあビーズの皆さんでもいいでしょうし、まあラルクアンシェールのドラムのユキヒロ、小倉ユキヒロの、僕の記憶間違いでした、その辺も教えに来てもらえます。後からこれ、あ違う同級生じゃなかったって言われる、どうします、同級生だったはずなんですけど、だから年齢もうウキペディアの年齢で嘘、55歳なんか言い始めてるから、もうこっちの頭の中もうごちゃごちゃなって、もうその後特にいろんなことがもう疑わしく見えてきて、ゆずのね、まあ高島彩というアナウンサーのその旦那がゆずの北川っていう、まあ友人という人ですけども、ミスターチルドレンの桜井さんがそうだったのかとか、いろんな経済事情とかいろんなことを含めて、事務所の中の売れない人たちのグループを抱えて出ていく経緯とかいろいろ考えた時に、あれそうだったのかなとか、そういう考え方もあんまり考えすぎるとそうなるんですよ本当に。でラルクアンシエルのギタリストの哲也さんが実は北川友人だとか、そういう説もインターネット記事で流れてたんですよ。でライブでゆずの北川さんがね、みんなの前でお客さんの前でラルクアンシエルの哲也もやってますとか言ってるんです見たから。いや顔はかなり、だからまあ今日の一応顔の調子のいい時に撮影しておいて、これ言っておかなかったら、自分僕も結構顔変わる時はかなり変わってますから、いろいろ顔だいぶ本当は髪変わり的な力で狙って変えれるから、ある程度ちょっとは知ってる。で僕も自分で自分の顔のグレードかなり飛躍的に上げてる時は上げてましたから、だからまああのあとはまあね、そのこれ今年齢、その恋愛がね、年齢云々じゃないの話がなかったら、佳子さまにもしまあいや結婚無理って言われた場合ね、その他の人間とかもう大体もうほとんどの人は結婚してるから僕と同じぐらいの年齢なんだから、もう年下の人だから子供を授かってっていう
ことがやっぱり結婚の一番の目的じゃないですか。だからそういうような形になってくる。だからその辺のところを辿っていくと、男性としてはですよ、まあ自分で自主的に体を鍛えれば、まあそれなりの、ある程度の体にはなると。だからその 太りっぱなしの人たちとかと比べるよったら、そういう若い人よりもマシですよっていうことと、あと顔のことを分かってるっていう、まあその辺のところが、僕も自分の年齢よく分かってますから、普通そんな年齢で結婚なんてっていうのは、まあ若い人たちでどうしても、例えば20代とかの人たちからしたらそう思うじゃないですか。いや、それはもう多い話であって、今まではそういうふうな結婚話をいろいろして、お互い好きだの何だの言っておいて、結局 名前と住所でも分かる。今なんかもう変わるわっていう文田様の声が もうきりなくなってくるんで、まあ、一応その自分の優位性と女性陣の方でその迷われたりしても困るんで、顔と体とあと歯並び全部僕の場合はどうにかできるっていう、その辺のところで、まあ、考えていただけたらなと思います。まあ、髪がかり的な力の方で女性の胸の方も大きくなったりとかいろいろあると思うんですけれども、形のところの方はどうなんでしょうね。そのまあ男性側としても、これ本音でね、どちらかというと、まあ別にこれは義務教育でもそうだと思うんですけども、やっぱりその胸が垂れてくると、まあ男性からしたら、まあちょっとこう引くと言いましょうか。まあ、これが、まあ本音の部分であって、まあそういうふうな部分があるから、ある意味その子供を産めるまでの時期が定まってるんだと思います。あとは子育て込みで、親が子供の面倒を見なきゃならないじゃないですか。だからちゃんと、親が子供の面倒をしっかりと面倒を見れる年齢ぐらいのところで設定されてるんだと思いますよ。もともとは人間の体の仕組みが。わかんない。次なんか、ミアの、歌手のミアの声で嘘とかいうような声が聞こえてきて。わからん。今の会話で嘘ってそのタイミングで言われると全然わかんない。一応、今から十何年ぐらい前に、8月9日に一応、フルーツがバーグ行ってみたんですよ。誰かいるかなと思って、その、10年後の8月、ここで会いましょうっていうような、ゾーンという20歳前後ぐらいの女性バンドグループ、早期解散の人たちだったんですけども、せっかく売れたのになんでだろうって。で、まあ、その歌詞の内容に当てはめて考えてみて、一応言ってみたんですよ。そこで政治が頼みは当たったっていう、わかるわけないですか。デビュー、その頃してましたっけ？デビューしてない人でしょ、多分。知らない人、完全にそれだったら。昔、フルーツラパークで親とかがね、連れてきて何か言ったとしたとしても、それを一筆書いて、手紙で書いて、淡井さんって声かけて、こういう事情で、自分もここうろついてたんですけども、これから芸能界デビューするんですけども、とか、何かそういう話だったらわかるんですよ。だから分かったと。ではこっちも一筆書いといて、まあ、淡井圭介関係でどうやらテレビに出るものみたいなので、まあ、皆さんよろしくお願いしますと。エロ業界側の人は近づいちゃダメですよとか まあそういうふうなところ、ちょっと一筆書いてあげたりだとか、まあそういうふうなことは仕上げれたかもしれませんけども、結局、最近の動画ではヤンキー化した動画が上がってきたということで、まあ今回の件は8月9日と、まあ12月29日の件、一応言っておきます。SOS 込みで阪神タイガースを訴えてお金を支払ってもらうような話を一応進めよう。
あなたはちょっとお金がいくらかかるか分かんないですから本当に本当にその後どうなるのかなとかいろいろあるんですけども、まあ、阪神タイガースの人たちとか弁護士をつけたらそれはそれで株が上がるというか、まあ、そういうふうな話になってくるということですね。一応別の動画で8月9日の件と、12月29日の件は、まあ、撮影して短い動画、5分以内の動画作っておきます。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いします。なんかもう今一瞬それだけでもう涙出てきそうになったんですけども、頭下げた後。まあ、チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定の仕方がわからない人は、最寄りの方に聞いていただいたり、身の回りに聞いていただいたり、まあ、Y さんの、動画とか、ホームページしっかり見ておいた方がいいよと、エネルギーの存在問題を含めて、その仮執行のね、証書の、書類まで盗まれてる件とかね、あそこの住宅とか、その近辺のところ絶対行かん方がええと、春山整骨院のね、あそこからいろんな人間が出たり入ったりしてるの。もう撮影してますから、その動画アップロードしたような気がするんですけど、アップロードできてないんだったらアップロードするべきだし、それはね、裁判所裁判官もそれは各個人に任せますっていうことなのと、あと警察官も認めてますから、だからこれは人によって情報聞いてる情報が違うのと、人によってケースが違うのと、裁判っていうものは一法律で動く人が一番危ないのであって、どのようなことがあったか、これが一番重要なんです。これを裁判所の人が言ってますから、裁判官の方が警察官よりも上です。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ子供2名が、余計なことを言いに来ていましたけども、多分この自転車がそうでしょう。まあやっぱり黒色なのと、まあ、子供の叫んでた声がパワーだのなんだの言ってましたからね、多分何にもよくわかんないのは叫んでるんだと思いますよ。行動が伴ってないから本当にそのパワーだけの考え方になってるんじゃないですか。だからルールがもともとが法律であるっていうところとか、そういったことが多分分かってない。だから、それを親が教えてないのと、あと、ここの住宅はたまり場になってる。だからそこから、そのストーカー行為、その住宅の中とかにたまり込んで、嫌がらせをする、つきまとい行為のことですよ、ストーカー行為って。それは横ですれ違おうが、待ち伏せしようが、それ全部ストーカー行為法違反なんですよ。つきまとい行為だっていうことになる。まあ、働く先とかでもそうですよ。すべてこれ、法律でも定まってますから、裁判所で。で、テレビのニュースでも放送されてる。で、どこの家に溜まり込んでるのかっていうことですね。なそこの親とか関係者の人間は調べた方がいい。な芸能関係者の娘、息子、まあさっきの子は男の子だったんですけども、な彼らが大人になったとき、どれだけむちゃくちゃな人間になるのかっていうことをちゃんと考えて、まあ、警察とかの方でも行動していただかなければならないということですね。以上です。あ、そうそう、動画とかも、そうそう、その裁判所の裁判官の人が言うにはね、世間にそういうふうに呼びかけて、証言者を求めたりするっていうのも一つの手であると。だからそれは、法廷で、まあ、裁判官が、まあ、その辺のことに関しては、あなたにお任せしますっていうことなんですよ。もともとこの方法を認めるような形で物事を進めなかったら無理だと思いますよ。撮影して証拠を集めるっていう方法。そうじゃなかったら、情報は途中で止まっちゃうんですよ。当事者の方に情報が来ないっていう。一回、春山整骨院の建物を解体した時の、まあ、訴えてくれた人は別、法律業界の人、法曹界の人だと思うんですけども、それが誰かわからない。だからその判例の書類さえあったら、あの工事すぐに止めさすことができたと。まあ、こういうことになるんですよ。で、あと記録つけてなかったら、やっぱりわからなくなるでしょう。
数が積み重なると。まあまあそういうことですね。